こんばんは。ひらひらあきです。なんか急に寒くなってきましたね。あのね、本当思ったことは基本は大事ですっていう動画結構何本もね上げてると思うんですけど、基本でなんかしようとしてるでしょね。違うんだよどういうこと？基本っていうのはその何かするためのもんじゃないんだよね。そう、基本っていうのはベースを維持する、キープするような目的だから、何々する用のものじゃないんですよ。何々をしないようにするために基本をやるだけなんで、何かしようっていう時に基本やるわけじゃないんですよ。常に基本っていうのはやってなきゃいけないことなんで、その基本について動画を撮っていきたいと思うんですね。平井博明のワンナップゴルフ。なんでこの動画撮ろうと思ったかっていうと、基本で70台は出ますよって言ってんの。ショットで表すと、例えばじゃあ基本のショットします。これ基本のショットだとしましょう。したら、これが、例えばゴルフであり得る晴れ、雨、風、そういうものに全部対応できるかって言ったらそうじゃないと思うんだよね。その時々によって打ち方を多少変えたりとかするじゃないですか。だから、あくまでも基本のスイングっていうのは練習場に近いスイングなんですよ。ただ、状況が無風で、晴れで、で別に下もウェットドライ関係なく、ほんと普通の状態。で、あれでずっと回ったら70台は出ますよねっていうふうには言ってますけど、例えばそれに強風だったりとか、雨がすごく降ったりとか、したら、あの打ち方一本だとそうはいかなくなってきますよね。要は基本外のことをやらなきゃいけなくなってきますよねってことなんですよね。そう、だから、基本だけやってればっていうわけでもない。基本だけやっててもいいんですけど、基本で何かをしようとしてはいけないってことなんですよね。だから、しっかりと基本を作り上げて、その基本をベースに、じゃあ何を今必要としてるんだったら取り入れましょうかってなってくるってことを分かってください。要は段階的なものですよね。常にベースを作っておくことが大事です。基本で何かするとどういうこと？例えば基本でローボールを打つとか、フックボールを打つ、スライスボールを打つっていうわけじゃないですよねってことになってくるよね。ああ、うん、そのための何かをしないとそうはなんないよってことですね。うん、そう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 。だから基本っていうのはあくまでも力感もそんな入れないし、かといって脱力もしないし、高い低いの高低差も、ボールのね、高低差もつけないし、フックスライスかもう入れませんよってことね。で、やっちゃダメってことね。やっちゃダメ。あ、たまに色を加えちゃダメってこと。加えちゃダメ。うん。基本なんだから。で、自分が打った時の、その癖ってちょっとドローかかるとか、うん、そんなもんっていう話で、うん、そう高さとかもいじんない。出た高さが自分の高さってこと。うん、そう。そこから、例えば、自分のオリジナルが低いとしたら、高くしようとしちゃダメ、うん。うん。低いオリジナルをずっと打ってなきゃダメ。高い低いわけ。ロフト角。うん。うん、ロフト角。うん。で、十分変えられるし、スペックかもしれないし、その辺は、だから、ずっと同じ球が出るようなスイングを続ければいいってことよね。あ、だからスイングで変えるんじゃなくて、うん、クラブで。クラブで変えなきゃダメ、はい、うんうん。基本でどう頑張っても75までしか出ませんよ。うんうんうん、とします、うん。って言ったら、じゃあ、そのベースから何か磨く場所を作って、で、アンダーパーを目指さなきゃいけない。っていうことよね。うん、だ車だってそうじゃん。ベースグレードってあってさ、ベースグレードっていうのは標準装備されて、一番こう、球数の多い車じゃない。うん、そっから、例えば、ベンツだったら AMG とかさ、うんうん、ブラバスとかロリンザーとか出てくるじゃない。だそういう、だから何かに特化してるものに、そっから行けばいいだけだから、うん、ベースがなきゃそこに行けないよねってことなんですよね。だからロングゲームが得意な人だったら、ショートゲームを磨き上げるのか、それともロングゲームをさらに磨き上げるのか、そういう風になってくるじゃないですか。だから自分にとって何が必要かということで、人によってその伸ばす場所が変わってきますよってことですね。うん、だから基本っていうのは常にいつでも打てる状態にしとかなきゃいけないし、考えとして基本をベースとして何かを取り入れてくださいっていうことが分かってれば、基本の大切さっていうのが分かると思いますので、うん、その意識で基本を改めて練習してスイングを作り上げてベースを作ってあげることが大事ですよね。うん、じゃあ基本だけで、うん、たまに色加えようとしてる人がいるよっていう話だったの？そうだね。いたね。いっぱいいたね。
うん。なんなら基本がないのに、それを色を加えようとしてる人もいるから。大体がそうでしょ。そうだね。大体そうだね。75で行き詰まってますって、なかなかないでしょ。ない。なかなかないでしょ。うん。そんなに優等生いない。そういう優等生の人がいたら俺無料でレッスンしちゃうから。そうだよ。伸ばしたいから。うん。いや、この動画を公開すると、90代とか80代とかなのに、うん、そうか、基本でたまに色は加えられないから、とりあえず、基本やらなくなる。そう、フックってみようみたいになっちゃうかもしれないから。あ、お蔵入りです。いや、違うんだよな。お蔵入りになりました。いや、そうやって勘違いするでしょ？そう、勘違い。しちゃうでしょ？この動画見た。あ、そうか、じゃあ、基本は基本なんだから、なんかやりたい時はやるしかないんだっていう動画に、受け取られちゃったらさ、やっちゃうじゃん。そっからだね。そっから？考え方はそっから？ああ、スタート地点が違うな。自分の現状が分かんないとさ、入っちゃうよね。ベストスコアじゃないんだよね。平均スコアが、例えば90だとします。うん、90代。平均スコア90代だったら、これやってて。ずっと？ずっと。52度だけど、うん、8番とか9番とかピッチングで、今のこのハーフスイングで、絶対まっすぐ飛ばすスイング。あれずーっとやってて、まっすぐ飛ぶまでやってて。あれができなかったら、90で抜けらんないから。うん、抜けらない。抜けたらラッキーだから。で、あれができなかったら、もっと抑えなきゃいけない。ああ、うん。こっからここで、こうやってあの球打たなきゃいけない。それをだんだん大きくしてって。で、フルスイングにこうやって、なってくる。今のは、基本のスイングだから、コック入れる意識もノーコックの意識もない。普通にこう上げて、そう、自然にこうやって上げて、うん、こうやって打ってる感じなんだけど、だからそれが、地味だからやんないのかもしれないけど、やろう。あれやんないとやっぱ上手くならないもんね。今の練習聞いて、ひらめいたっていうか、うん、リンクしたのがあってさ、ギターもさ、うん、初め早くて弾けないじゃん。うん、ゆっくりのスピードからさ、だんだん上げてくじゃん、ソフトとか、で。やっとオリジナルで弾けたみたいなさ、あるじゃん、そういうことよね。そうよ。ね、自分を慣れさせないと。ね、だんだん速くしていかないとね。そう。ああ、それと一緒だ。いきなりハイスタのテンポ弾けないでしょ？弾けないんだよね。弾けないんで。速い。弾いていかないでしょ？そう。そうだね。BPM1 ずつ上げていくもんね。そう。あのね、本当に、いきなりとは無理なものってあるから、コード進行ぐっちゃぐちゃのやつとかさ、うん、早く弾けるわけないじゃん。弾けない弾けない弾けない。それと一緒スイングだよね、うん。でもステイゴールドのイントロとかもさ、早いじゃん。大変じゃん、実は。210ぐらいだもんね。多分。テンポ ?BPM 多分。150ぐらいからが絶望だよね。いや、早いよね。早い。すげえ早いと思う。はい、だから、弾けるスピードから上げていくんだ。そう。フルスイングまで。うん。なるほどね。あのね、できることをやるって言うんだけど、うん、できることっていう範囲って、100回やって95回以上できないと、できるに入らないから。うん、そうだね。だから、一発できたでできるって思ってる人もいる、うんうんうん。一発は誰でもできるから。だから、完璧にできるよっていうまで、できたうちに入らない。それを、どのスピード、どの大きさのスイングでやるのかっていうのが、すっごい大事。ねえ。うん。10回弾いて、だって10回さ、ノーミスで弾けたらさ、ちょっと上げるもんね、そんぽ。そう。それ部分でもそうじゃない？部分でやる、部分でやる、ね、その部分だけでね。弾けるとこ弾けるじゃん、構造。うん。なんつうの、バッキングだけのとことかはさ。うん、それ一緒だな。やるよね。やる。やるよね、超やるよね。うん、だからなんかね、ゴルフだけじゃなくて。何でもそうなんですよね。何でもそうだと思う。仕事やっててもそうなの。ああ。できることすら簡単にやってできなくなってる人もいるぐらいだから。だからちゃんと、どんだけベテランになったとしても、できるものがあったとしても、うん、常にそれが何年経ってもできるようにしとかないと、うん、後でやっぱ悔しい思いしたりするから。しっかりその辺はいつでもできるように基本っていう動きをやっとくべき内容だよね。次の日になったらまた弾けなくなってる時はもうね。いや、全然ある。
ね、全然あまた戻さないとスピードみたいな、うん、である日それが別にいつ立っても弾けるようになってたりするじゃないですか。そう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 、なんか瞬間あるよね。ある、なんかそのわかんないけど、うん、あれなんかできるようになってるって、その、うん、だんだんじゃないんだよね、うん、いきなりなるよね。ある、ポンって できる時がある。なんか、ね、それってね、俺もね、やっぱり練習の仕方もそうだし、うん、数だと思うし、やっぱ相当弾いてると思う。そうだよね。なんかその、溜めて溜めて溜めて、ボーンってできるようになるよね。うん、で爆発する日が必ず来るわけで。うん。やっぱゴルフもそう。全然そう。なんかわかんないけど、あれっていう一発がある。きっかけの一発が。それまでずっと、なんかうまくいったりいかなかったり、うん、なのに練習してて、うん、積み重なって、うん、溜めて溜めていける、あれあの子打てるみたいになる感じがあるんだ。うん、うん、プロになってからでもあったから。本当打ってて、あもうダメ当たんないって言って、うん、もう椅子に座って、うん、何にも考えないでぼーっと上向いてて、あ、うん、はあ、やるかって言って、うん、打ち始めたらあれできてるもん。全然ある。あ、そうなんだ。うん、なんかある。そうなんだよね。そう、だから、いつ来るかもわかんないし、うん、だからそれはね、信じ続けてやることが大事。うんうん、基本の動きなんて、もうほんとそれはもう、積み重ねしかないから、派手な動きしてるわけじゃない。ちゃんと自分の良さを引き出せる、何か引っ張ってこれる合図になるための基本なんで、それはしっかりとやっていただければと思います。だから基本は大事ですよっていう動画はですね、やっぱ撮りたいですね。しっかりとスイングベースを作る練習をしてみてください。はい。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。